覚えております。国書の中、週末金曜日で皆様お疲れのところをご参集いただきまして誠にありがとうございます。お手を煩わせて誠に恐縮であります。先般立候補に向けての私の思いを表明をさせていただきました。政策につきましてはこれから順次このような形で申し述べさせていただき、そしてまたご質問に可能な限りお答えをしたいと思っておりますが、本日は国の最高法規であり国の在り方を示した日本国憲法について私の思いをお話をさせていただきたいと思っております。冒頭20分ぐらいお話をさせていただいて、残余の時間可能な限りご質問にお答えをいたします。私は国会議員になっておかげさまで33年目を迎えております。地方の首長や地方の議員という仕事にも私は大変な魅力を感じてまいりました。亡くなった自分の父親も鳥取県の知事を15年ほど務めておりました。ある意味地方の皆様方の思いをより地方に近い形で実現できる、そういう仕事にも大変魅力を感じてまいりましたが、なぜずっと国会議員を続けてきたのか、そしてなぜ自由民主党の国会議員であるのか、それはやはり憲法というものに携わることができる、そういう立場に強い使命感を感じてきたからであります。ここ20数年当選3回の頃からだと思います、ずっと憲法をライフワークといたしてまいりました。そして自由民主党がその決闘の理念として憲法改正というものを掲げ、そのために努力をしてきた、その一員足らんとしてきたのであります。今まで多くの国は憲法改正を行ってまいりました。平成27年の数字でございますが、アメリカにおいて6回、イタリアにおいて16回、カナダにおいて19回、フランスにおいて27回、ドイツに至りましては基本法の時代も含めてかと思いますが60回の憲法改正が行われてまいりました。我が日本国は一度も行われておりません。他の国がたくさんやっているから日本もやるべきだということを申し上げているのではなくて、時代の変化に応じて憲法は変わることがある、時代の変化があり国民の深い理解があって憲法というのは改正されるべきものだと考えております。それが一度も行われていないということは、私自身本当に時代に合っているのだろうかと
という思いを持ち続けてまいりました。改正は国民の深いご理解なくしてやってはならないものだと思っております。深いご理解を得るために、改正をするためにこそ、国民の皆様方の、主権者の皆様方の深いご理解を得る、そういうような最大限の努力が必要だと考えておる次第でございます。憲法改正をするにあたりましては、2つのカテゴリーがあると思っております。1つは緊要性の高いものであります。急がねばならない。もう1つは多くの国民のご理解がいただけるもの、多くの政党のご理解がいただけるもの、この2つのカテゴリーがあると私は思っております。緊要性の高いものを申し上げれば、2つ挙げられるだろうと思っております。1つは我が党として参議院の合区の解消に向けては、憲法改正が必要である、そういう立場を明確にいたしております。現行憲法には衆議院参議院役割の分担というものが書かれておりますが、同じ規定によって衆議院参議院という2つの院が存在をいたしております。そういたしますと、法の下の平等という考え方から衆議院は一体にということに相なっておりますが、参議院は今一体三ということを何とか守ろうということで、前回の参議院選挙におきまして鳥取、島根、高知、徳島、合区という形になりました。その合区の中で私は鳥取、島根選挙区の衆議院議員として全力を尽くして戦いましたが、極めて矛盾が多い、そういうようなあり方だったと思っています。これを解消するためには憲法改正しかないというのが我が党の立場であります。来年の参議院選挙には間に合わないということで、定数を6増やすことに多くのご批判をいただいていることはよく承知をいたしておりますが、緊急避難的に参議院の公職資金名簿というものの扱い方を変更いたしました。次の参議院選挙は4年後に必ずやってまいります。周知期間等々を勘案した場合に、3年をめどに憲法改正を行わなければ、次は合区がまた続くということに相なります。人口動態にもよりますが、このまま推移すれば合区選挙区はさらに増えることが予想されております。仮に憲法改正が行われないとするならば、また定数を増やすということが国民のご理解が得られるとは私は全く考えておりません。参議院の比例区のあり方を見直すということは、それぞれの職能代表の意見をどのようにして反映をするのかという問題がございまして、これも相当に困難だと思っております。合区の解消のための憲法改正というのは、次元性のある、緊要性のあるものだと考えております。今一つは緊急事態条項の制定であります。それは今なお西日本の記録的な豪雨によって多くの方々が困難な中にあり、多くの方々が今も酷暑の中懸命に努力を続けておられます。我が国は災害大国であります。これから30年の間に南海トラフ、あるいは首都直下型地震、起こる確率は7割とも言われております。阪神淡路も熊本大震災もそんなに確率が高いと言われたものではありませんでした。しかしあのような甚大な被害が発生をいたしました。あの東日本大震災、大津波、原発事故においても、当時は我々の内閣ではございませんでしたが、災害対策基本法に定められた緊急事態の布告も、
政令の制定もなされることはありませんでした。それは法律に規定があっても憲法上に明確な根拠がございませんので、そういうことをなした場合に違憲訴訟が起こるということを勘案した面がなかったとは言えません。私は緊急事態の条項を憲法に書くことは必要なことだと思っております。我が党の中におきまして、基本的人権をどうするのだという議論はございました。自民党の改正案には、これは憲法改正草案でございますが、基本的人権を最大限に尊重するという文言が入っております。その最大限という言葉は不要ではないかという議論もございましたが、それはやはり残すべきものだと考えております。そして国民の生命、身体、財産というかけがえのない権利を守っていくために、それは行われるべきものであるというふうに明記をし、事前あるいは事後の国会承認というもの、あるいはその効力の周期、こういうものを明確に定めた緊急事態条項というものは必要だと考えております。それはがれきの処理をするにあたって、この財産をどうするのだというトラブルは生じます。実際に生じました。あるいは物資のいろいろなコントロールをするにあたりまして、そういう規定が十分ではございませんでしたので、必要なところに必要なものが届かないというようなことも請求をいたしました。この緊急事態条項についていろんな批判があることはよく承知をいたしております。さればこそ、そのようなご批判を踏まえて、より良い形で成案を得て緊急事態条項というものを設けることは、私はこの災害大国日本において最も必要なものであり、生命、身体、財産という国民の権利を守るために必要なものであると考えております。緊要性があるものをあげようと言われれば、その2つであると考えております。より多くのご理解をいただけるものというのは、自民党の憲法改正草案で申し上げれば、お手元にお配りをいたしたかと思いますが、国民の権利と義務の章、1枚めくっていただきまして、ページ数を振っておらなくて申し訳ないのですが、第21条の2、国政上の行為に関する説明の責務という条文が改正草案にはございます。すなわち国は国政上の行為につき国民に説明する責務を、このような条文であります。それは国民の知る権利というものに対応して政府にこのような責務を負わせることを基としたものであります。もちろん憲法の構成としてあらゆる権利に対応する義務が規定をされているわけではございません。そのことは当然でございます。しかし国民の知る権利というものに対して政府は義務を負うべきだと思っておりまして、このような規定は反対する党がある、反対する方々がおられるとは私には思えないのであります。この多くの方々の多くの政党のご理解が得られる、そういうものからやっていくということもまた必要なことなのだと考えておる次第でございます。その他にも最高裁判所裁判官国民審査、昨年の10月22日総選挙が行われました。その際に最高裁判所裁判官国民審査というものがございました。私はあちらこちらでお話をするときに、あの時に最高裁の裁判官の使命をご存知でした方って聞いたらば、手を挙げた方はどの会場でも一人もおられなかった。その方がどのような立場で判決に参画をしたか、あるいはどのような反対意見を述べられたかということは、確かに文書としては配られますが、それがきちんとお読みいただいているという状況にあるとは
残念ながら承知をいたしております。最高裁判所の裁判官は国会の承認を得るものではございません。内閣の任命によるものでございます。その時に弾劾裁判というのは不祥事を対象とするものでございますので、判決の内容を対象とするものではございません。国民の考えがきちんと反映をされるために、その在り方は法律によって定めるべきではないかと憲法改正草案は考えておる次第でございます。そのように多くの方々の立場の相違ではなくて、何がよく国民の主権を反映したものかというようなカテゴリーは必ず存在すると考えております。緊要性の高いもの、そしてまた多くの方々の賛同が得られるもの、そういうものが憲法改正の対象になるべきものだと考えております。9条につきましては、私は本当に国民の皆様方のご理解を得てその改正を世に問うべきものだと考えております。これは私の深い反省なのでございますが、この9条の意味というものをきちんと国民の皆様方にご理解いただくという努力がまだまだ足りなかったという反省を持っております。私は法律学科を出ておりますが、憲法9条について深く学んだことはございませんし、そのような機会もありませんでした。憲法の前文は、日本国民は平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの生存と平和を保持しようと決意した、このように定めております。そうであれば誠に素晴らしいことでありますが、そうでない場合もこの世の中には起こりうることでございます。憲法の前文と9条は国会答弁にございますように論理的につながっておるものでございます。そういうことであるので、憲法9条第1項、そして憲法9条第2項が存在をいたしております。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争解決手段としては永久にこれを放棄すると定めます。これが9条第1項でございます。芦田修正とも言われますが、この目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを有しない、国の交戦権はこれを認めないというふうに9条2項は定めております。ご案内の方も多いと思いますが、憲法起草時において吉田茂総理が個別的自衛権を認めること自体有害である、このような答弁をいたしております。野坂三蔵議員がせめて個別的自衛権は認めるべきではないかという趣旨の質問をしたのに対して、吉田茂総理がそのような考え方を認めること自体有害であるという答弁が残っております。個別的自衛権すら否定したという考え方のもとに憲法は成立をいたしております。その後朝鮮戦争があり、警察予備隊ができ、警察予備隊はその名のごとく自衛権を行使する組織ではございません。保安隊というものが成立をし、国の独立を守る組織というものができ、自衛権というものは国家固有の権利であるというロジックのもとに保安隊、現在の自衛隊というものが創設をされております。そこで国家固有の権利としての自衛権というものが認められました。そうしますと論理の必然として個別的自衛権ももちろん集団的自衛権もない、そういうような前提のもとに陸海空軍その他の戦力は保持しない、ここで文節は一回切れます。国の交戦権はこれを認めないというのはそれとはまた別の文章として
書かれております。自衛権がなければ陸海空軍その他の戦力も保持しないのは当然であり、交戦権というのは読んで名のごとく戦を交える権利ではございません。それが交戦権なのではありません。武力を行使をする際のルールを定めたのが交戦権でございまして、これは我が国も加入をしておりますハーグ陸戦法規、ハーグ海戦法規、あるいはジュネーブ4条約、これを内容とするものでございます。ジュネーブ4条約は捕虜は虐待してはならないと戦争のルールを定めております。あるいは交戦権の内容として無差別爆撃はしてはならない、したがって人家が密集しているようなところに無差別で今は爆撃などということはいたしませんので、ミサイルを撃ち込むことは当然認められないが、それはすなわち無差別ではない軍事的な基地であったり、あるいは補給地であったり、そういうものを攻撃することは許容するものでございます。日本に手をかけようとする国はその交戦権に従って東京や大阪をターゲットにすることはございません。それは交戦権の内容に反しておりますので。しかし自衛隊の拠点を叩くことは交戦権の内容として認められております。日本国はそれを行うことができません。どれだけいろいろな兵器が集結をし、そういうような準備が整えられていようとも、それに対して攻撃をすることは交戦権を否認しておりますので認められることがございません。相手は縦横無尽に使ってくる、日本は使えないということであります。これが日本国の抑止力を高めることに寄与するのかということが問われなければなりません。あるいは相手国に向かいます物資を積みました船舶、これを臨検打歩没収することは交戦権の内容でございます。相手国は日本国に向かいます物資を搭載した船を臨検打歩没収をいたします。日本国はそれができません。そうすると資源に乏しい我が国の補給というのはどうなっていくのだという問題に放着をするのであります。私どもとしていかに拒否的抑止力を高めるかということが最大限に重要なのでありまして、日本に手をかけても意図した成果は得られないということをきちんと示すということが戦を起こさないために極めて重要なものであると考えております。必要最小限なので戦力ではない、戦力ではないから軍隊ではない、こういうロジックを用いてまいりました。私も国会でそのように答弁をしたことがございます。しかし必要最小限というのはどのように判断をするのだろう。戦闘機を200機であれば必要最小限だが、250機であればそれを超えるのか。ある国に対して必要最小限度のものは他の国に対して必要最小限度とは必ずしも言えません。このように変幻自在な概念をもってして戦力ではないということは極めて安定性を欠くものだと考えております。そうであるから軍隊ではないというロジックを聞いて、必要最小限度だから戦力ではない、戦力ではないから軍隊ではないと聞いて、ああそういうことなのですねというふうにすんなりと理解できる方がどれだけおられるかということでございます。国家は警察と軍隊という2つの実力組織を合法的に独占する主体であります。しかし警察はその作用は優れて体内的なものでございます。警察が世界中に行って大活躍ということはございません。軍隊は我が国では自衛隊と交渉いたしますが、その作用は優れて対外的に行われるものでございます。したがって従うべきは国際法規並びに監修した確立した
国際慣習でございます。名前は自衛隊で結構です。国民に馴染み愛されておる自衛隊でございますから。ただ英語に訳したときには自衛隊というのはセルフディフェンスフォースということになって、セルフって何のことですかというふうに聞かれることがしばしばございます。ただ日本国憲法でございますので、国民に定着をし愛されておる自衛隊という名前でそれは構いません。しかしそれは国の独立を守る組織であるということを明確にし、警察との差異というものを峻別をし、その権限の行使は何によるのかということを明確にしていかなければ、その本質を理解することはできません。そして文民統制というからには、司法、立法、行政による文民統制が必要であります。決して文官統制なのではありません。なぜ選挙によって選ばれたものが統制の主体たりうるかといえば、それは民主主義によって主権者である国民に対して直接責任を負うことができる、その一点によるものであります。民主的文民統制というのはそのような概念だと私は理解をいたしております。そこにおいて統制をする主体というものが、その自衛隊の法律であり装備であり運用であり、そういうものをきちんと理解をするということが行政による統制においては必要不可欠であります。当然のことでございます。特に我が国においては軍令と軍政、すなわち予算と法律を作るのが軍政でございます。オペレーション、作戦を行うのが軍令であります。多くの国は軍政は政治の仕事であり、軍令はユニフォームの仕事である、責任は政治が負いますが、そのように峻別をいたしております。政治家がオペレーションに口を出すということはあってはなりません。しかし我が国の場合には政治が軍令にも介入できるということになっておりますので、なおさら政治による統制を確立するために行政の高い知見は必要だと思っております。立法による統制は法律を作り予算を作ればそれでよしとするのではございません。議会の場において多くの国がそうであるように、そこにおいてユニフォームと議員との真摯な議論が必要であります。その理解をすることによってより安全保障に対する理解が深まるのであり、そこにおいて専門家の知見を議員が聞かないということがあるべきだとは思っておりません。司法による統制というのは公選権を主体といたします、いわゆる戦場の論理と一般社会の論理は違います。一般社会においては器物損壊にあたるものが、戦場においてはそうではございません。そこにおいては適用されるルールが違うのでありまして、一般の裁判においてそういうことが裁かれるということは、自衛官の人権というものを守る上において決して公的なものだと私は考えておりません。当然憲法の体系から申し上げまして、最終審は最高裁であるべきものであります。しかし司法による統制というものは立法行政による統制と合わせまして文民統制の大きな要素をなすものだと考えておる次第でございます。そのようなご理解をいただくためにどのような努力をしてきたかといえば、私自身内心じくじたるものが多分にございます。集団的自衛権も同様でありまして、これはアメリカと一緒に世界中に行って戦争しよう、そのようなものでは全くございません。そのようなことが許されるとも思いませんし、そういうことが国民の理解を得られるとは私は全く考えておりません。しかし国連憲章51条になぜ個別的自衛権と並んで集団的自衛権が明記をされたのかということに思いをいたさなければなりません。つまりこれから先戦争は違法である、仮に侵略を受けた場合にはユナイテッドネーションズというものがやってきて、
その侵略を排除する、それが国連憲章の建前でございます。しかし常任理事国が拒否をいたしました場合には、ユナイテッドネーションズは機能をいたしません。その時に個別的自衛権も集団的自衛権も認められないということに相なれば、そしてユナイテッドネーションズが来てくれないとなれば、それは侵略する側の思うままのことが現実をするということに相なります。南米の多くの国から異議が出され、国連憲章を制定するときに国際連合が対処するまでの間、自分の国は自分で守ってよい個別的自衛権、関係の深い国々がお互いに守り合ってよい集団的自衛権、これが認められたとするのがその経緯でございます。ある意味国際連合の中核概念でございます。それをどう考えるかという問題、そしてまた日米安全保障体制は、これができますときに当時の国務長官ジョン・フォスター・ダレスがイミジクも述べましたように、合衆国はこれによって日本のどこにでも、どれだけでも、いつまでも兵力を展開する権利を持つ、そのように述べております。逆に言えばそれを提供する義務を日本国は負っております。本当にそれでいいでしょうかということであります。私は日米同盟の強化は何よりも必要なものだと思っております。しかしこれは自衛隊が代替できるのではないか、あるいはこれは必ずしも必要ではないのではないか、そういうことを言える権利というものは独立国である日本国として有すべきものだと考えております。集団的自衛権の行使の対応については、安全保障基本法において厳格な上にも厳格な縛りをかけていかなければなりません。アメリカのベトナム戦争参入が集団的自衛権の名によって行われたように、傀儡政権の要請によって集団的自衛権を行使するとか、要請もないのに行おうとか、そういうことは絶対にあってしかるべきものではございません。安保理への報告は当然であります。そしてこの行使の対応は本当に我が国の独立平和が脅かされた場合に限るのであり、そして行使自体は均衡の原則によることは当然のことでございます。それをきちんと安全保障基本法に書いた上で集団的自衛権というものは議論されるべきものだと思いますが、ほとんどの方に私どもの努力が足りなかったこともあってご理解されるに至っておりません。これは私どもの努力が足りないのだと思っております。本当に誠心誠意我が党としてこれを説明をし、ご理解をいただき、本当に平和のために必要なものだ、独立のために必要なものだ、そういうような思いを抱いていただいたときに、これは行われるべきものであり、理解なき憲法改正を中んずと9条においてスケジュール感ありきでやるべきものだと、私はそのように考えておるものではございません。以上、考えておることの一端を申し述べました。それは主権者たる国民に対してご理解いただく努力を最大限にするということが必要だという思いに基づくものでございます。最後に、私はかねてよりあの戦争の惨禍を体験された方々がおられるうちに憲法改正ができればということを申し上げてまいりました。議会の場でも何度か申し上げております。戦争を全く知らないもの、私もそうです。そういうものだけで憲法改正をやっていいのだろうか、それはいかんという思いを持っております。さればこそご理解をいただく努力を最大限にしていくということがさらに加速されるべきものだと考えておる次第でございます。以上で私のお話を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは次に入りたいと思います。質問のある方は挙手ということで、まず社名と名前を言ってからですね、質問に入っていただきたいと思います。私の方で指名をさせていただきます。それではまず幹事社さんは、じゃあどうぞ田中さん。幹事社の自立審判官です。よろしくお願いします。憲法改正について中野さんスケジュール管理規定を行うべきではないというふうに先ほどおっしゃっていましたが、聞
奇しくもというかですね、安倍総理が地元で講演をされた際に自衛隊憲法が続きだという、こちらも出られて、その上で次の国会に提出できるよう取りまとめを確保すべきだというふうに発言されています。でこれについての所感と、あと今回そのいろんな政策ごとに発表しますという中で最初に憲法改正をテーマに取り上げた理由とか狙いについても教えてください。後段からお答えいたします。それは冒頭申し述べましたように、国の最高法規であり、あらゆる法律、あらゆる予算はこの憲法に沿って行われねばならない、国の形を体現するものでございます。いろんな政策を申し述べる前に憲法についてお話しすることがふさわしいと考えたからでございます。で、前段のご質問は、総裁がそのようにおっしゃったことは報道等で承知をいたしております。ご発言すべてを聞いたわけではございませんので、必ずしも正確なお答えになるかどうかは自信はないのですが、総裁のお言葉の中に議論をいつまでもしても仕方がないというお言葉がありました。私はどうしても出られなかった時以外は憲法改正推進本部の会議に必ず出るように最初から最後までいたしておりました。私は長くこの世界におりますが、議論というのは A がこのようなことを言った、それに対して答えが、それに対してまた意見を述べる、そのようにして議論というのは成熟をしていくものだと考えております。みんながそれぞれ発言をして、発言が出尽くしたようなので議論は尽くされましたというのは、私はそれは議論だと思っておりません。今申し述べましたように、それでは公選権の内容ってどうですかと、公選権なき自衛権という概念は本当に存在しうるものですか、それが我が国の独立と平和にどのような影響を与えるのか、相手国が公選権を不利に行使、我が国は行使できないということになれば、自衛隊に大きな負荷がかかるということに相なります。それが本当に我が国の拒否的抑止力を高めることになるのでしょうかという質問いたしましたが、どなたもそれに答えてくださった方はおられません。何人の方がこの点についてご発言をされましたが、公選権を否認したまま自衛隊を憲法に書くということになれば、この問題はそのまま存続をすることになります。私はこの公選権の規定こそ問題の本質だと考えておりますが、そのことにお答えはございません。長くなって恐縮ですが、国会の答弁の中で1回だけ、実は我が国は国内において公選権が行使できるのです、しかし憲法にそれが禁止されているので、我が国においてはこれを自衛行動権と称しますという、そういう答弁が1回だけございます。それって憲法との整合はどうなるんですか、そのことについてもお尋ねをしましたが、どなたも答えてくださいませんでした。私はそれで議論を尽くしたことになるとは全く思っておりません。議論を尽くしたので、もういつまでも議論をしていても仕方がないのでというのは、議論というものに対する認識の相違だと私は承知をいたしております。はい、それでは真ん中の前列一番前の列の、フランス店の及川と申します。ちょっと質問の前に、前回 の、 出馬会見のことを記事にして、フリーにもオープンだった、大変丁寧な説明だった、そして1時間半にもわたって会見をされたということを記事にしました。大変好評で600万レビューもつきましたので、今後ともぜひ丁寧かつ選別しない行動対応をしていただければと思います。質問、ちょっと簡潔にいきますが、3点あります。一つが、もし日本が他国から侵略され個別的自衛権を発動した場合、これは戦争に他なりません。それで戦争では国際人道法としての戦争犯罪が生じることを想定しなければなりません。石破さんの会見なんですと、軍司法制度を整備する
考えがあると受け取れるんですが、どのようにして整備していくのかというのが、1点。もう1点が、何年前ですかね、5年前に遡りますが、イラク戦争の時に、石破さん防衛大臣で、自由と民主を守る戦いだということで、支持を表明していらっしゃいましたが、この憲法改正によってですね、例えばイラク戦争のような戦争が起きた時にアメリカについていくというようなことはないのかと、それは多分国民の多くも懸念していると思いますので伺えればと思います。それと3点目が、表現の自由第21条について、これちょっと不勉強で恐縮なんですけども、これを保障するというこれを入れたというのと、あと表現、憲法第21条2項の前項の規定に関わらずを削除した理由について伺えればと思います。はい、ありがとうございます。できればフリーの方にもご参加をいただければありがたいと思っております。私はそのような方々のご質問の機会を奪うということは決して良いことだと思っておりません。で、いかなる立場の方でも質問するという機会は保障されるべきだと考えております。で、第1点目でございますが、戦争犯罪が起こったときにどうするのかということでございます。そこにおいて一般社会の論理と戦場の論理というのは当然異なることがございます。そうすると戦場の論理というものに基づいて、先ほど申し上げたように一般社会では器物損壊にあたるものが戦場ではそうはならないということがございます。障害もそうでございます。そうするとそのルールというものを地質をした検事であり弁護人であり裁判官であるというものが必要になります。そこにおいてきちんと法律を知り、そして国際条約を理解をしという裁判官、弁護人、検察官を揃えなければならないのは当然のことでございます。そして裁判は公開で行われなければなりません。かつての軍法会議というものがその役割を十分果たすことができなかったのは、弁護人がないとか公開されないとかそういうことにおいて軍法会議はその機能を果たし得なかったものだと承知をいたしております。ですから軍法会議がなぜ機能しなかったのかということを徹底的に検証した上で、また他国の制度というものが全部うまく動いているとは思いません。あるいはアメリカとドイツの制度は全く違っております。そうしますとむしろ我が国としては大陸法系の方が馴染むのかという気はいたしておりますが、そこにおいてきちんと自衛官の権利というものは保障されるということ、そして法の支配の極めて重要な要素であります財刑法定主義というものはきちんと機能するということが担保されねばならないことだと承知をいたしておるところでございます。憲法改正を行った場合にイラク戦争についてどうなのかというお尋ねでございますが、あれは国会で私防衛庁長官として何度も答弁に立ちましたが、すでに戦争は終わっていると終結宣言が出された後でございます。そして国際連合から加盟国はイラクの復興に尽力せよという決議が出ておりました。そしてオックスフォードだったと思いますが、イギリスの大学がイラクで世論調査を行いまして、それどんな規模だったか正確には存じませんが、どこに来てもらいたいかと言ったときに一番は日本でした。もちろんアメリカではありません。ロシアでも中国でもありません。ヨーロッパでもありません。日本に来てもらいたいということでした。あの時にイラク特措法で人道復興支援に限るのだということを厳密に書きました。武器の使用はともかくも正当防衛としての武力の行使は絶対に行ってはならないということを明確にしたものでございます。従いましてこの憲法改正というものはもし成就したといたしましても、あの時に私はフランスの国防大臣と随分議論をしましたが、フランスは NATO の一員でありながら
参加をすることを絶対に拒否をいたしました。そのようなことは十分可能だと考えておりますし、参加しないことが国益であるときにそれに参加をするということは日本国政府として許されるものだとは私は思っておりません。で、表現の自由につきましては、そのように書きましたのは別に表現の自由というものを今よりも制限しようという意図は全くございません。で、そこにおいて軸の使い方としてそういうような疑念を持たれるとすれば、それは直していかねばならないものだと考えております。ただ表現自体が、そのこと自体が憲法体制を覆すようなものであるとすれば、そういうものに対しては制限が加えられることはあり得べしだと考えております。しかしそれはこの憲法体制というものはきちんと守られ、民主主義というものが守られ、国民の人権が侵害されないということのために行うべきものであって、決して乱用してはならないものだと考えております。はい、それでは2列目の真ん中の藤井六郎です。ジャパンタイムズの調べます。見てお返しします。先ほどのお話でですね、藤野海先生は国民の理解を得られないことを非常に強調されましたが、その理解というのは具体的にどういったものにかかるのか、世論調査なのか、そのレベルは例えば3分の2か半なのか、ここら辺をどういう判断で、どういう基準で考えていくかということはちょっとお話しします。うん、2つ目ですけれども、結構改正についてなんですけど、合区の解消と、ここから緊急事態条項グループがありましたが、逆に言えばこれら2つはですね、例えば安倍総理の言うように、あとの国会にもですね、自民党が不満のように、これに関しては憲法改正は、安倍さんのレベルなタイミングも含めてですね、積極的に進めていくべきなのかと。もし、あと、ちょっと普通の人にちょっと分かりにくいと思うんですけれども、石破さんもそもそもですね、憲法の改正に関して、手段的自衛権では、そもそも憲法改正いらないという法律の問題という話をされていて、長年そういったことを推進してこられたと、で自民党の憲法改正案もこちら側というと、安倍さんが今おっしゃっているよりも、もしくは進んだものを持っていると、要するにその憲法改正9条は、まあ、いい悪い賛成、反対あるにしろ、その国民はですね、石破さんは単にタイミングの問題なのか、憲法9条改正はですね、もしくはありとあるタイミングの問題だけが、その石破さんとしては反対なのか、根本的にはもっと強いものを改正を望んでいるか、ちょっとそこら辺の判断が国民の方は分かりにくいと思うんですけど、これはどうせされるか、はい、分かりました。答弁の都合上、真ん中のことからお答えいたします。合区と緊急事態につきましては、世の中から多くの疑念、あるいは批判があることはよく承知をいたしております。いやしくも憲法改正でございますので、数を取ればそれで良いというものだと私は考えておりません。国民投票の過半のご賛成を得なければならないものでございます。で、緊急事態についてのご懸念は、それは政府に権限が集中しすぎないかということ、そしてまた基本的人権を侵害することにならないかということでございます。そういうようなご批判に応えるべく、国会の事前事後の承認でありますとか、基本的人権は最大限に尊重するですとか、そういうような条項を入れましたが、それでもなお疑念があるという方がおられると思っております。しかしいざという時に、国民の生命身体財産という市場の価値を守るために、そういうようなことが行われることは必要なことだということについては多くのご理解が得られると思っておりまして、そこにおいて過度に権限が集中しない、そしてまた最大限に尊重するということだけは信用できないということであればどうなるのか、そこについて実際にその必要性というものについてご理解をいただいているとすれば、その2点についてお話をすることは私はできるものだと思っております。できないかもしれませんが、そのチャレンジはしていかなければなりません。そうでなければ先ほど申し上げた南海トラフとか首都直下地震が起こったときに、本当に生命身体財産というものを守ることができるのかということが問われるのだと思っております。で、合区の解消については、これまたものすごく批判があることをよく承知をいたしております。で、そのご批判が6増やすとは何事だということに対するご批判なのか、
党利党略ではないかというご批判なのか、そこはいろんなご批判のカテゴリーがあろうかと思っております。でただ実際に合区選挙区をやってみて、衆議院議員として応援する者の立場として、鳥取島根にしても徳島高知にしても実際に選挙区が倍になるわけですから、その間に本当に主権者に対してお願いが行き届くかといえばそれは無理です。できません。そして我々の地方はそうなのですけれど、いわゆる地方というところにおいては候補者の政権を本当に聞きたいという方が大勢いらっしゃいます。そういう機会を保障することもできません。そして広大な選挙区において、そこにおいて秘書が倍になるわけでもありませんし、事務所の数が倍になるわけでもありませんし、人間は一人格しかございませんので、そこの選挙区を全部ケアするということは困難であるということもまた事実でございます。そうするとこれを解消するためには憲法において面積地形そういうものを勘案をし、すなわち行政というのはそういうものも対象に執行されるものでございますので、そういう要素が必要なのではないかということで改正を考えておるものでございます。でそれに対しましてはもっと根底的な反論として、地方分権というものを徹底し、国会議員は国政に関してのみ携わるべきではないかという、いわゆるこれは国家の姿を根底から変えるものでございます。同州制もその一つのバリエーションだと考えております。ですから合区の解消というものをするために、私どもはこの憲法の改正が必要だと思っておりますが、それに対するご批判に耐えうるようなものをこれから先議論しなければいけないと思っています。合区の解消は地方6団体すなわち全国知事会、全国市町村長会、全国町村長会それぞれと対応します議長会すべてが要望しておることでございますので、自民党が党利党略で申し上げているものではございません。そのような東京や大阪も含めました議会のお声、あるいは首長の声というものを踏まえながら、どうしたらいいのかというものを、これは災害はいつ明日起こるかもしれないわけですが、参議院選挙は4年後にもありますので、その次元性をよく認識をしながらやっていかねばならないと思っておるところでございます。それから集団的自衛権についてのお話、あるいは理解というのはどのようにして行うのかということですが、私は山梨県で6ブロックに分けて憲法の説明会というものを自由民主党県連主催で行いました。1回目と2回目私が講師で参りました。でそこで今のようなお話をもう少し長い時間いたしました。そんな話は初めて聞いたって方が圧倒的多数でした。公選権ってそういうものなの、戦力ではないってそういう概念なの、警察と軍隊ってそういうふうに違うものなの、国家主権ってこういうそういうものなっていう、それはそうだと思います。小学校から大学まで行かれた方も含めればでございますが、国民主権って嫌というほど習うんですけど、国家主権とは何ですか。それは領土であり国民であり統治機構であり、この3つが国家主権の3要素であり、これを絶対に外国に指一本触れさせてはならないというのが国家の独立というものであり、国家の独立を守るのは軍隊のミッションで、国民の生命財産公の秩序を守るのは警察のミッションで、同じ実力組織だけど全く違うものですよっていうと、そんな話は初めて聞きましたという方が多いわけです。それは厳然たる事実だと思っております。そういう基礎的なご理解というものを学校教育で学習指導要領も入っておりませんので、明確にはそうすると、それをご理解いただいた上で、賛成ですか反対ですかということが必要なんだと思ってます。そういうことの理解が全くないままに、さあどうだって聞くことは、私は主権者に対する説明を欠いたものだと思っております。そうしますと、全国300小選挙区、あるいは47参議院の選挙区がございます。
そこにおいて実際に議席を持っていなくても我が党の支部長がいるわけでございまして、自民党として決めたことをどうしたら分かってもらえるだろうかっていう努力はかなりきめ細かくやらなければいけないし、山梨の会合ではお前の考え方は間違いだとおっしゃった方がおられました。集団的自衛権を認めるのはとんでもないという方がおられました。で、反対派の方も含めてそうだそうだっていう人ばっかり集めて話をしててもしょうがないので、反対されるお立場の方も含めて丁寧な質問を誠意を持ってやることが必要であります。で、集団的自衛権についての私の立場でございますが、これはロジカルに考えましたときに憲法の前文から9条まで全部読んでみて、個別的自衛権は良いが集団的自衛権はダメだというのはロジカルに出てくるものではございません。これを公選権から導き出すことは論理的に全く通らないお話でございまして、公選権の否認というものをどう考えるかは別として、個別的自衛権ならいいけど集団的自衛権はダメよということはロジカルには出てこないものでございます。国際紛争を解決する手段だからダメだというのも論理的には全く通りません。そうしますとこれは憲法から出てくるのではなくて政策的な要請なのだというふうに私は考えております。そうしますとその行使の対応をアメリカのベトナム戦争介入やあるいは当時のソビエト連邦が当時のチェコスロバキアに侵攻いたしました時もこれは集団的自衛権を援用しております。そのようなことは絶対に認められるべきではありません。どういうような対応は認められないかということをきちんと、こういうものは認められないのだということを国民の理解のもとに明確に定めるということが私は論理の必然だと思っております。そこにおいていかにこれが抑止力を高めるものであり日本国の平和と独立に寄与するかということをご理解をいただけないとするならば、これはやってはならないものであると考えております。はい、それでは1列目の奥から3番目の1列目の奥さん、はい、ひょっとして朝日新聞の方ですか？朝日新聞の方ですか？3点伺います。総裁選の政策中に伺いますけれども、そうしますと、9条の改正よりはですね、合区の解消であるとか、緊急事態条項の調整、こちらの方を急ぐべきだというスタンスを、総裁選の公約としても打ち出していくということなのか、1点と、首相もですね、自衛隊明記について、石破さんはこれ、批判的な姿勢を貫いてこられると思いますけれども、党の憲法改正推進本部の議論では、首相の案にも一定程度の支持があったのも事実だと思います。こうしたこの党の中で一定程度首相の案に支持があったということについてはどう受け止めてらっしゃるのか。で、最後もう一点ですけれども、先ほどありました政府による国民の説明の義務、これは憲法改正等の草案に盛り込まれたものだと思いますけれども、今これをあえて、もう一度これを強調するということはですね、森友学園ですとか、加計学園の問題を通じて、改めてこの規定の必要性をお感じになったからということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。急ぐのは9条かっていうのは、総裁が実は何も変わらないのですと、でただ、憲法違反だと言っている学者がおられる、あるいはそういう学者がおられるということが教科書上に紹介をされておる、それは好ましくないのである、そういう動機だと漏れ受けたまっております。しかし今日本国民で自衛隊を違憲だと思う人って聞いて、それはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。そもそも違憲であれば、自衛隊法、あるいは防衛省設置法、自衛隊が存在の礎となっております、この法律が、この世の中に存在するはずがないんです。違憲の立法が認められないのは、自明中の自明でありまして、それが合憲だからこそ、自衛隊法があり、防衛省設置法があり、陸海空自衛隊というのも存在をしているのであります。ですから、学者がおられることは事実です。そういう方がおられるということを憲法に、失礼、教科書に書くのは、それは教科書会社と検定制度を
の下でそういうふうに書かれているのでありまして、そこにおいてそれを統制すべきだという立場に私は立っておりません。で、総裁がおっしゃいます2項をそのままにして、公選権の否認もそのままにして、必要最小限度だから戦力ではないとロジックをそのままにして、違憲という学者がいるので9条に自衛隊を明記しますという考え方は緊要性があるとも考えておりません。論理必然だとも考えておりません。自民党の憲法改正草案はあれは野党の時に作ったからねっていう方がいらっしゃいますが、それを問うて政権に復帰したはずであります。私どもは政権に復帰します際に、私は野党時代の末期幹事長を務めておりましたが、憲法改正草案はその前に党議決定をし、憲法改正がすぐにできるわけではないので、その間安全保障基本法の概要は党議決定をいたしております。それを掲げて政権に復帰をしたのであり、それも国民の公約に対するご判断だと思っております。今の憲法改正についての党の案は今年の党大会に間に合わせるべく作られたものでございますので、一度も国民の審判を経ておりません。そしてまた総裁の自民党に対するご説明というのを何度もお願いをいたしましたが、これは未だ実現するに至っておりません。それは極めて残念なことだと思っております。従いまして今のお考え、総裁のお考え、一度きちんと聞かなきゃ分かりませんけどね、これが急ぐべきだと私は全く思っておりません。で、総裁の案、指示が大勢だというのですけれども、そこにおいて政治は結果なので、国民が理解できないものをやっても仕方がないでしょっていう、そういうようなご意見が多くございました。今理解がないのは事実です。だけど理解をしていただく最大限の努力をどれだけしましたか、私は問いたい。どうせわからないのだからではなく、分かっていただく努力を最大限にした上でやっぱり分かってもらえないんだということであれば、努力が足りないか別の判断があるか、そういうことだと考えておる次第でございます。最後のは何でしたっけ、説明義務。あ、失礼。これは別に森友家計を念頭に置いたものではございません。これは極めて当然のことであって、一部批判ございますように、権利に対して全部義務を書くというような構成には日本国憲法はなっておりません。ですから権利の数に対応して義務を書くべきだと私は申しているわけではございません。しかし全てのことにおいて政府が国民に対して説明する責務というのは国民の権利に対応するものであり、ましてや国の行政権というものを行使するにあたって今の時代というのはさらに国民に対するご理解をいただく努力をしていかねばならないものだと思っております。今の時代だから憲法に書かねばならないと言っているわけではありませんが、この日本を取り巻く環境が激変する中にあって、これから先財政政策にあたっても社会保障政策にあたっても説明する責務というのを最大限に果たしていかないと、法律はできたけれど予算はできたけれどちっとも国民の納得を得られていないという事態は私は回避すべきものだと考えております。はい、じゃあその隣と隣で続けていきますか。太、はい、田さん一列目です。一列目会長、もう少しコンパクトにちょっと書いていただいて、手を挙げた方多いですか。奈良読売新聞の方です。よろしくお願いします。他党の理解を得られる項目として一応21条改正が当選で挙げられましたが、その条文を挙げた理由を教えていただきたいのと、他党特に公明党に対するですね、働きかけというのは今後どのようにしていきたいとお考えですか。それは誠心誠意ご説明をするしかないと思っております。
私もあの予算の筆頭を務めておりましたので、この野党時代の憲法改正の会議に全部出たわけではありません。でざっとこう空いてる時間に憲法改正草案を読んでみたときに、私たちはこれは他党の理解を得られると思っても実際やってみると難しいねっていうね、他党の立場に立ってみればこうおっしゃるだろうなっていっぱい頭に浮かびます。だから今の政府の説明責任っていうのは、これは間違いなくどこも反対しない、そして今の困難な時代にこそ求められるべきものだと考えておりまして、森友家計を念頭に置いたものでは全くございません。はい、どうぞ。国の横田はじめですけども、あの緊急事態条項とあの防災省創設も提唱されていることに関連してですね、今回の西日本豪雨災害に対する政府の安倍政権の対応が、まあ、初動が遅れたんじゃないかとか、まあ、朝が自民で飲み会やって翌日に西井国交大臣が鍵の方に張り付いてたという対応が被害拡大につながったんじゃないかという指摘もあるんですが、その辺に対するご認識と、あと防災省があればですね、もっと素早い対応ができて違ったんじゃないかと思うんですが、違いを教えていただきたいのと、それに関連して課題以降前滋賀県知事が防災省創設について非常に評価していて、この前も真備町地区の原発視察に行った時にダムの事前放流満杯になってすぐ異常放流したで被害拡大をしたというのが現地被災者でよく聞くんですが、それを事前にあらかじめ空に近づける放流をしていれば被害が防げれたと、もし防災省があれば気象庁が記録的豪雨の警報を出したときにすぐダム管理者に指令が行ったんじゃないかということで評価してたんですが、そういうあの被災地を回って、声を集めるようなことを今後するのかどうかに出口です。あの西日本豪雨に対する政府の対応、これについては私は評価する立場にはございません。国民の皆様方が厳しいご評価をされていることは事実でございますが、少なくとも現場は自衛隊も警察も消防も行政も最大限の努力をしたと思っております。ご批判によりより良いものを目指していくというのは当然のことであって、何にも間違ってなかったんだというのは、それはあの行政の在り方として正しいと、従来より私は行政の在り方としては何にも間違ってないという立場を取ったことはございません。またあの形にお褒めをいただいて誠に恐縮というか、そういう感じでありますが、の防災省ってのは私は何も昨日今日言い出したことではなくて、数年前から申し上げていることでございます。で超創生大臣の時にワシントンでフィーマの長官と随分と長い時間議論させていただきました。防災省というのはやはり教育というものをきちんとしなければならない。ある州ではある市ではものすごくいい対応をしたのに、ある州ではある町では全然ダメだった。アメリカ合衆国としてそうあるべきではないと。首長にせよ議員にせよ職員にせよきちんとした教育をしなければならないし、あるところは防災に対するマニュアルがきちんとできているが、あるところはできていない。合衆国としてそうあるべきではないという考え方に基づくものであったと承知しております。で結局災害対応っていうのは天災は防ぐことができませんので、それに対してハードを整備するのが時間的に財政的に全部間に合うかといえば、それは困難であることはまた誰でも分かることでございます。そうしますと経験の蓄積と共有というものが最も大事だと思っております。今回例えば総社市などがかなりいい対応されましたが、ああそうなんですねみたいな話がいっぱいあります。またいろいろな指揮命令が市町村に降りておりますものですから、これはあの現地の情報を確実に実装しなければなりませんが、首長の立場として早く命令を出して空振った場合には何なんだというふうに責任を追及されます。遅ければその何倍も叱られます。その時に責任を本当に現地の首長に負わせていいかという問題であり、ただその地域の状況を中央政府としてどれだけ正確に把握できるかということの検証の上で防災省の権限というのは決定されると考えております。ダムの異常放流については問題だとお考えですか？そこは分かりません。あの正確な情報を持たないままお返事はいたしかねます。
一つ目真ん中の方。TBS の中島です。政策発表で、憲法改正をまず第一弾として見たわけですけれども、その総裁選の争点にやっぱり憲法改正はなるという考えなのかという点と、もう一点その、石破さんの9条改正案というのは二項削除ということで、安倍総理が掲げる憲法改正案よりもさらにその他党、公明党含め野党など他党の理解を得るのがさらに難しいものになっていると思うんですが、今後どのような理解を含め、方でまとめられると考えていらっしゃるんでしょうか。他党のご理解というものはやはりまず言葉の定義から始まるのだと思っております。公選権ってそもそも何でしょうか、あるいは戦力って何でしょうか。つまり削除って言葉自体にものすごくネガティブな響きがあってですね、そのもの自体がすごく危ないってことになるわけですが、公選権を武力行使のルールというふうに言葉を置き換えると、武力行使のルールはこれを認めないって言ったら本当にそれでいいですかっていうふうに、私でもこのことに気がついたっていうのは10年ぐらい前のことなのです。やはり言葉のご理解をきちんといただいた上で、そしてまたそれがいかにして日本国が戦争というものに参加することなく、つまり侵略戦争しちゃいけないのはもちろんなんですけど、いわゆる自衛戦争でもそうならない方がいいに決まってるわけです。そのためには拒否的抑止力を高めるしかないんです。そのために寄与するかどうかということを誠心誠意ご理解いただく努力をするってことに尽きるのではないでしょうか。で、憲法改正をテーマに掲げたというのは、それはやはりこう国の基本法でございますし、総裁が憲法改正は争点になるよというふうにお話でございますので、それは当然私の考えを申し述べるのは私自身の責務だと考えております。はい、それでは2列目の手前から3人目。NHK の片松です。今もおっしゃったようにですね、総裁選の争点としてということなんですけども、かねてから石破先生はですね、安倍総裁の説明を聞いていないと先ほどの質問でも答えていらっしゃいました。この総裁選を機にどのような形式でどういった論戦というか討論していきたいと思いますか。それは私の考えは累次申し述べてまいりました。本にもいたしました。で、自分の考えというものをきちんと文字にして示すということは責任ある政治家としての責務だと私は考えております。で、総裁のお考えは昨年の憲法記念日に、ビデオメッセージという形で発表されました。どういうことでしょうかというふうにさらに問うたところが、某大手新聞を熟読するようにというお話で、某大手新聞も熟読しましたが私にはよく理解ができませんでした。で、その後憲法改正推進本部において、当時は安岡本部長でいらっしゃいましたが、安岡本部長にお願いをし、本部長は官邸に行かれて総裁からそのような説明をお願いしたいというふうに依頼されましたところ、総裁そういう機会を設けようというふうにお話をされましたが、いまだそういうことが実現していないのは残念なことでございます。ですから、いろんな団体の主催の場でお述べになるのは、それは総裁のお考えかと存じますが、まず自民党員に向かって語っていただきたい。それは党大会でもいいですし、両院議員総会でもいいですし、これほど重大なことですから禁足令をかけるのは当然のことでしてね、私はこれも何度もお願いしたんですけれども、これほど重大なことなのだから憲法についての議論ですのでね、で、不信任案とか予算のときは禁足令がかかるわけで、それはそうすべきであり、それは地元の有権者の方々にも十分ご理解をいただけると思っております。そこにおいて総裁がお考えをお述べになり、当然質疑応答がありということが、私は民主主義において必要なことではないかと考えております。また自民党憲法改正草案として党議決定をし、そして国政選挙を何度も経たものを全く看過する形で行うというのは、
民主主義のプロセスとしてどうなのだと、内容の遺憾を言っているのではございません。そのように私は考えているところでございます。従いまして、今度の総裁選におきまして、それは私はお忙しい総裁ですし、危機管理というものになっておられる総理大臣でございますから、あちらこちらこの国書の中、演説会をして歩くよりは、移動の時間を節約してでも、あるいは危機管理上の観点からも、憲法なら憲法、社会保障なら社会保障、経済財政、農林水産、いわゆる経済ものであれば一コマ、その他党運営のあり方でもよろしいでしょう。それは国民の皆様方が聞きたいなと思ってらっしゃるテーマがあるはずです。皆様方に設定をしていただいてもいいのです。そこにおいて危機管理の観点、あるいは総裁のご負担の軽減の観点から国民が聞きたいと思うことを自民党員のみならず広く国民の方々に聞いていただく機会というのは私はぜひとも必要だと考えておる次第でございます。はい、それでは2列目の奥から2番目3番目続けてお願いいたします。東京新聞の方です。憲法9条に関して千葉さんの細かな内容をちょっと確認したい部分があります。2点質問です。今記者の手元に配布されている資料には自民党の憲法改正法案と現行憲法との条文比較表が配られているんですが、一方で石破さんは去年2月に憲法9条に関する改正の試案を公表されていて、その中では改正草案の方では国防軍という言葉を使っているんですが、石破さんが公表されている改正、救助改正試案の方では、国防軍という言葉は使用せずに、我が国の独立と平和及び国民の安全と自由並びに国際社会の平和と安全を確保するために陸海空自衛隊を保持するという文言で提案されているんですが、現状その憲法9条の条文改正のあり方に関して、この2月に発表された試案の立場に立たれているのが、そこはあくまで試案で、あくまでその改正草案を土台に議論すべきという、こっちの国の立場なのかということを確認したいのと、もう一点は、中学院JK の関係なんですが、石破さんの論理に基づけばですね、現状は平和安全法制、に基づいて一部しか認められていない集団的自衛権というあり方っていうのは、自衛隊に応戦力を認めず、応戦権も認めないで、集団的自衛権の一部だけ認めるという形で、いびつな認め方とも捉えることができると思うんですけれども、平和安全法制に対する石破さんでの基本的なスタンスとして、実際法成立時には合憲か違憲かという議論にもなったんですが、合憲性、違憲性も含めて、今、どういったお考えかということがお願いします。はい、自衛隊の名称については、それは自衛隊という名前が定着をし、国民の皆様方に親しみを持っていただいているので、どうしてもこの国において、軍という言葉には、相当の抵抗感があると思っております。これを払拭するのは不可能に近いと私は実は思っておりまして、でこれは感情の問題でもございますので、これを払拭することが不可能である以上を、国の独立を守る組織ということを明確にした上で自衛隊という呼称を用いているものでございます。ただ英語に訳したときに、先ほど申し上げましたがセルフディフェンスフォースになっちゃうんで、英語使用国ではセルフって誰のことっつって必ず聞かれる。でそれは現場のアメリカなどにこう着任しておるその防衛駐在官たちはそれを聞かれるとものすごくつらいと言っております。やっぱりそういうような思いというものは体現をしつつも、国民に定着をしているものをあえてこれを変えるということは決して好ましいことだと思っていないところでございます。で平和安全法制との関連でございますが、私はあの時に幹事長としてその自民党公明党の PT の一員で高村副総裁の下で仕事をさせていただきました。であの時に政府が内々私に説明に来られましたのは、赤ちゃんを抱いたお母さん、ホルムズ海峡、
アメリカに向かって飛んでいくミサイルということでしたので、私はそれはおかしくないかと。赤ちゃんを抱いたお母さんはそれは日本の主権そのものなのであって、これは個別的自衛権の問題ではないかと。ホルムズ海峡に公海部は存在をしておりませんので、またそこにおいて機雷が有力しておるということは、もしもしあなたは日本の船ですかって聞いて爆発するほど賢い機雷はおりませんの で、そういたしますと全ての国に向けられた攻撃でありとするならば、それは集団的自衛権ではなくて個別的自衛権で対応できるのではないか。そしてアメリカに向かっていく飛んでる級ミサイルを襲った場合に、アメリカが個別的自衛権も発動していない段階で集団的自衛権を発動することはあり得るのかと。そして警察官職務執行法に強権本部の類というのがございまして、今時あんまり流行りませんが、暴れ馬のおかしくなった犬、そういうものに対する警察官の対応が書いてございますが、結局人間の力で制御不能なものに対して警察権を行使するということは警察官職務執行法でも認められているものでございます。弾道ミサイルは制御不能のものでございますので、それを国際警察権的な概念で対応することはできないのかというお話は、私は15年前からいたしておるところでございまして、集団的自衛権というものが国内的には極めて個別的自衛権に近いんだけど、国際法的に言うと集団的自衛権だよねというような答弁があったかと思っております。私は集団的自衛権を縦横無尽に行使するという立場には全く立っておりません。むしろそれよりはそれが認められないことによって、日本国のどこにでもいつまででもどれだけでも基地を所在させる権利を合衆国に与え、それを受け入れる義務を日本国が負うということについて、それが本当に正しいですかという権利を手にするということの重要性をどう思いますかということだと考えております。集団的自衛権の行使の対応につきましては、それは多くの党のご理解を得、多くの国民のご理解を得て、絶対にこれは乱用されないということを法律においてきちんと定めるべきものだと考えております。隣の方どうぞ。東京新聞の川田と申します。これまでのフィルムに出てないのが恐縮なんですけれども、自民党の憲法改正推進本部が議論して条文のそのまままとめた改憲4項目のうち教育の充実という項目について2点お伺いします。素案では高等教育を含む教育の無償化という文言は見送られて、国が教育関係の政府を務めるという努力規定を盛り込むという内容になりましたが、その内容について、この素案について石田さんはどういうふうに考えていただいて、もう1点ですが、この教育の無償化について、この安倍首相は会見で連携したい日本維新の会を念頭に維新が提唱する教育の無償化の議論を党に流したという見方があります。で、教育の無償化を憲法に書き込むことについて、石破さんは昨年8月の時点で取材に対して、憲法に書かなくてもできる、会見で維新が賛成を得るために教育の無償化が必要という議論は本末転倒だというふうにおっしゃってきましたが、その政策とか関連法制改正で対応できるという考えは今も変わりがないかというところに点を出します。考えにはいささかも変わりはございません。そこは明確に申し上げておきます。教育の充実というのは極めて重要なことであり、特に貧富の差によって教育の機会が制限されるということは格差の拡大の連鎖を生みますので、これはあるべきことだと思っておりません。どういう形で教育を無償化するかということは憲法に書いた場合にそれがすなわち違憲訴訟の対応になってまいりますので、そのような形でやるよりもきちんと現場現場において教育の無償化を行うべきではないかと思います。で、今ほとんどの現場において高等学校までは無償化が行われております。ただその大学よりもさらに先の教育について無償化すべきかどうかというのは、そこは多くの議論があるものだと承知をいたしております。そこにおいて社会に出てすぐに役に立つ教育が大事だという考え方もあるのでしょうけれども、そういう教育も大事ですが、むしろ人間としての深い思考とか、あるいは哲学とか、私は哲学って言葉を使えるほど立派な人間ではないのですが、そういうものもまた必要なのだ
と考えております。でそこにおいて実際にどういう教育が必要なんだろうねというお話からやらないでですね、いかなる教育も無償であるということが本当に日本国のためになり個人の人格を高めることになるのかということであって、生産性を高めるということは極めて重要なことでありますが、人間は生産性の手段だけではございませんので、それ以外のいわゆる教育というものについても配慮が必要だと思っておる次第でございます。はい、3列目の方になったんですかね。で真ん中の、はい、真ん中の産経新聞の大島と申します。よろしくお願いいたします。9条の改憲の関係でですね、これまでのお話の中でもですね、国民の理解をまだ得ていないとかですね、今後のスケジュールに関していろいろキーを改めて提されましたけれども、3月の党大会の前にいろいろ議論があって、その時に私は石破先生は最後には党の決定に従うというふうに発言されていたかと思います。そういう中で、改めて今回こういういろいろ疑問を呈されたということで、その時の発言との整合性については、どのように、我々理解させていただければいいのかというご説明いただければと思います。それで次の中のじゃあ続けていきましょうか。僕から3番目の、はい。ファクターの宮島です。石破先生は総裁選の一丁目一番地のテーマは改憲というふうにお考えになっているのかどうか、それを一応伺いたい。私は先生の政策至上主義ですとか、やはりアベノミクスのチェンジというんでしょうか、党員党友あるいは国民はですね、やはりもっと聞きたいことがあると思っている方が多いと思うんですが、ご自身の中での優先順位というんですかね、その辺をもう少し分かりやすく、改憲が一丁目一番地の国民的議論だと、これが日本の最優先課題だと思っているのかどうかね、その辺も含めて少し伺いたい。はい、はい、いいですか。党議決定っていうのはご存知の通り、成長精神を通り総務会で決まったものを党議決定と申しております。今のは細田本部長の言葉を借りれば叩き台なのであって、党議決定という位置づけは与えられておりません。今でも党議決定は平成24年憲法改正草案が自民党の総務会決定であり、党議決定はこれが唯一無二のものでございます。これからこのたたき台をもとにして精神総務会が開かれることになって、そこにおいて当然意見は申し述べます。そこにおいてどういう決定がなされるかは今の時点で余談を持って申し上げることではございません。産経新聞の改正草案というのは私は熟読をさせていただきました。読売新聞の改正草案も熟読をさせていただいているつもりであります。それは自由民主党の改正草案に極めて近いものではないでしょうか。私は御社であり、あるいは読売新聞社であり、そこにおいて赤学の方々が官官学型議論の末にまとめられたものというものを参考にしながら、私どもの憲法改正草案はできているものでございます。もちろん無謬のものではございませんが、そういうものに対してきちんとした理解をしていきながら、まさしく議論というのは進められるべきものだと考えております。憲法改正が最も急ぐのかといえば、私はそれが最も急ぐと実は考えておりません。ですが国の基本法でございますので、冒頭に申し上げておきたいと思って、こういう機会を作っていただいて、皆様方に与えていただいた次第でございます。で、国民が本当に今思っているものっていうのは、これから先この日本はどうなっていくんだろうか、そういう思いだと思っております。将来社会保障はどのようになっていくのか、税制はどのようになっていくのか、人口急減に対応するだけの経済改革というものはできているだろうか、つまり社会保障のシステムというものを基本的に維持をしながらここまで参りました。私は社会保障の抜本的改革は必要だと考えております。そこにおいてのキーワードは、人口に関してしておりませんが、クオリティオブライフ、一人一人の幸せを実現するということだと考えております。そして経済の改革というのは、人口急減期において今までの経済理論がそのまま通用するとは全く考えておりません。人口は急減をする局面において、
賃金を下げ、製品の値段を下げるということは、私は本来人口急減期に取られるべき対応だったとは考えておりません。そこにおいていかにして個人の所得を上げていくかということが生産性なのであって、そこにおいて企業が利益を得るために労働者の所得を下げ、そしてまた製品の価格を下げるというのは、ある意味負の連鎖を生んできたと思っております。人口急減期に対する対応はもっと深刻に考えていかねばなりません。そのことが個人の所得を増やすことにつながると考えておりますし、社会保障の改革と雇用の安定、そして一人一人の所得の増大ということも、私は一丁目一番地だと考えております。ただそれを守っていきます上に、いかにして国の独立と平和というものを維持するかということは、それはスローガンではなくて実務家として一つ一つ、つまり専守防衛であるならば、人員、燃料、弾薬、食料、抗炭性、これが維持されなければ専守防衛そのものができません。それは陸海空自衛隊の姿を見ただけでは分かりません。それは我々実務を担当いたしますものとして、そういうものの予算をきちんと確保することが前提ですが、国民の皆様方のご関心事が社会保障と所得であることは百も万も承知をしておるところでございます。はい、じゃあ二列目お願いします。それでは国会の新聞の会と申します。九条改正についてですけれども、先ほどから、優先順位が高いのではないという認識ですとか、また現状九条について国民理解が、足りていない、特にこう構成権ですとか戦力とい う概念ですとか定義すら、理解されていない段階ということを、小学校から大学までの教育なども挙げながらお話しされました。でまたどんなふうに理解を広げていくためには、各選挙区で自民党議員の活動を挙げられたりもしていましたけれども、企業ですから当然そういった国民理解を広めていくことは非常に大事だと思うんですけれども、これあまりにもハードルの高いような目標を言われているように、聞こえました。そうすると現実問題ですね、石破さんが先生におっしゃってきた9条にこう削除してですね、行う9条改正というのはこうやろうとすれば何年なのか何十年なのかかかるようにも聞こえました。今回の総裁選で石破さんが仮に勝利して首相になったとしても、さらに再選ということになっても、少なくとも石破さんの首相在任期間中にはこの9条にこう削除した改正というのは実現されるものではないのかなというふうにも思いました。事実上石破さんにとって自身の在任期間中の9条改正を断念したというふうな解釈は間違っているでしょうか。すいません、失礼なことを申し上げればあまり正確だとは思っていません。で私はこの問題って本当にずっと選挙区のみならずいろんなところで議論をしてまいりました。で例えば JC とかライオンズクラブとかロータリークラブとか全く政治性のないところでお話して、なんだそういうことだったのかっていう反応が実に多いんです。でそれは国民に向けての高等数学を解いているわけではないのですね。で私もそんなことは全然わかりません。ですけれど今申し上げたようなことが本当に誠心誠意ご説明をして、これが国際的な定義なのですよと、つまり自衛権っていうのは相手がある話なので国際法に基づいたご説明をしないと意味がないんです。でこれはそういうものですよってことを誠心誠意分かりやすく説明してご理解をいただけないと私は思っていません。それは私の体験から言って、でそこにおいてその仮にですね戦争したいとかですよ、そういう横島の思いがありとせばご理解はいただけないでしょう。しかしこれがいかにして日本の局地的抑止力を高め日本の独立と平和に寄与するものであるかという思いのもとにご説明をしてご理解をいただけないとは私は思いません。で在任中かどうかっていうのはそれは今から予断を持って申し上げるべきことではございません。それは総裁がおっしゃいましたように誰が総裁になろうと思ってお話でございまして、これはまた次の総裁選挙があるわけですよね。そこでまた違う考え方の方が総裁におなりなのかもしれません。ただ私としては
仮に総裁という立場を拝命したとしたら、そういうことを党に問いたいし、そして次の方というのはもうそんな話をするべき段階でも全くありませんが、それはご理解をいただきたいと思っております。先ほど申し上げましたように、戦争の惨禍を体験された方がおられるうちにやりたいっていうのは一方において私の思いなんです。戦争を知らないものだけでやるということについては強い抵抗がございますが、だからといって拙速というのは慎むべきだと考えております。はい、そろそろ時間もあと2人ぐらいですからね。じゃあ今手上がっている奥の方と、後ろから2列目の方と、じゃあ4名あの短めにお願いします。週刊文春の方です。まあ、選挙ですから、まあ、勝つか負けるかしかないので、先生がいくら誠心誠意で説明してもですね、党員の方も納得を得られず、例えば安倍総裁が勝ってしまった場合ですね、石破先生としては白旗を上げてしまうのか、それとも、まあ、なお皆さん説得してもらうのか、そこを伺います。続けて、はい、じゃあ続けて2列目の方をお願いします。一番最後でトピックで聞きたいと。そうですね、じゃあ、前の一番前の方、はい、毎日新聞の高橋です。ちょっとテクニカルの話をちょっと聞きたいんですけども、石破さんとしてはその次元性があるものとして、その交付の問題とその緊急事態条項と、他の政党の理解を得られるものとして政府の説明責任というものが急がれるということをおっしゃったんですけども、これをその要は切り分けて一つ一つやっていくのか、それとも同時に整合的にその議論を始めて意が整ったものから改正をしていくということになるのか、でもしその一つ一つ切り分けて一歩ずつやるのであれば、その順番についてどのように考えているのかということを教えてください。はい、まとめますか。あ、いや、どうぞ。あ、こうですか。負けたらどうすんのお前っていうお話でございますが、これ今からそんな前提でものを申し上げるのは有権者たる党に対して失礼なことかと思っております。でそういうことを前提において申し上げれば、党内民主主義っていうのは党綱領の範囲内であればいかなる意見もあっていいと私は思っております。でそうでなければ党でいろんな意見を申し述べること自体が許されないということになれば、それはその時はいいように見えても民主主義が機能しないということになって、やがて国民のご支持を失うのだと思っております。我が党は国民政党であって、国民の中自由民主党支持者のみならずいろんな方々の意見を反映する党として、ある意味社会における公共財であるべきだと思っております。公共財において意見が封殺するということは私はあるべきことだと考えておりません。で、一つ一つやるのかどうしかというのはかなり難しいご質問であります。で、その理屈から言えば緊要性のあるものが大事で、もうさればこそ緊要性ということだと思っております。ですので、合区の解消それ自体は全ての東京都も含みます地方6団体が決議をしていただいていることで、そこに向けての道筋はどうなんだいというお話でございますから、これは目的においても手段においても、つまり両面においてご理解が得られるものではないかと思っております。で、あるいは緊急事態についても、先ほど来回りくどく申し上げましたが、提起されている懸念にどう応えるかということだと思っております。そうするとこれも両方の要素を満たすことがあり得るのではないかと思います。で、政府の説明責任というのは常に問われるべきものでありまして、これこそは誰が反対するんでしょうねっていうお話でございます。する方がおかしいのでありまして、ただご指摘に言いましたように、今だから言ってんじゃないのみたいなお話が必ず出るわけで、それに対してどう答えていくかなっていうことだと思いますが、森友とかなんとかそういう話ではなくて、本当に時代の激変期にあってこそ必要なものだという理解で私はおるところでございます。はい、それでは実際に使います。はい、2列目、実質の中です。多くの会社なんですが、先ほど冒頭の説明の中で3年をめどに
改正しないと、まあ、次も合区になるというふうにお話しされておりましたが、これはその、3年をめどに改正を目指すという理解を理解してよろしいかということと、あと、憲法改正とちょっとずれるんですが、国会改革について、国会にも改善が必要だということを打ち出されていますが、そもそも国会改革がなぜ必要だとお考えになったかということと、あと前の会見で小泉進次郎さんが若手の提言を尊重したいというふうにおっしゃってましたが、それを具体的にどう進めていくかということについてお願いします。じゃあ、合わせて、すみません、共同の下山です。今日の、企画記者会見なので、今日のちょっとトピックでいきたいと思ったんですけれども、中央省庁が障害者の雇用を見積もししていた件が、まあ、今日になって急に話として出てきて、まあ、今後も総裁を目指される石破代理士としてですね、まあ、改めて行政の信頼を揺るがす事態だと思うんですけれども、こういったことをどう思うのかと、改めてその総裁を目指す立場として、行政の信頼をどのようにこう回復していくかというと、はい、お願いします。国会改革でございます。で、憲法改正に合わせて申し上げれば、国務大臣の国会への出席の義務というものについて自民党の改正草案は違う考え方を示しております。つまり国務大臣が国会から呼ばれれば行かなきゃいかん、実際そうでございます。ただ外務大臣がどうしても必要な国際会議があったり、防衛大臣がどうしても必要な対応をしなければならなかったりということが世の中にはございまして、その場合にそういうような勢力がいらっしゃらないと信じますが、あんた義務でしょと憲法に定められたということで、その対応ができないことはかえって国益を損なうことになるので、その場合に万やむを得ないときはという表現が正確でだったかどうか分かりませんが、出席をしないことができるというような、それは私必要なことではないかなというふうに思っております。で、憲法に直接関係するわけではございませんが、国会においていわゆるスキャンダルの追及というのは別の委員会でやってちょうだいなということは多くのご理解を得られると思っております。で、そこにおいて予算委員会であればまさしく予算が審議されるべきものであって、そういうような不祥事系はそれはきちんとその代わり権威を持って権限を持って別の委員会で行われるということは非常に重要な改革ではないかと考えております。あるいは常任長特別委員長の権限として、それは当然単なる司会役ではないわけでございます。で、ある意味国権の最高機関のそれぞれの委員会の長でございますので、そういう方々のいわゆる議場における指揮権みたいなものはさらに発揮される。それは野党の質問を封殺をするということを全く意味しておりません。で、大島議長が国会が終わった後与野党に対して苦言を呈されるような格好でああいうことをおっしゃいましたが、そのことに誠実に対応する国会改革が必要だと思っております。若手の議員の皆様方がおっしゃっておられることの中には思考できる部分が多くございますので、それは当然議会のことですから与野党の理解を得て進めるべきものは急いで進めたいと考えております。で、最後のご質問は障害者の方の雇用数を水増したっていうのは、それが障害者の方々を雇用してくださいという中央官庁のやることですかということです。そのことにつきます。つまり障害者の方々がその能力を発揮していただけるようにしていくのが、それは行政の責務なのでありまして、私はいろんな現場で障害者の方がその能力を生かしていい仕事をしていただいている現場というのをたくさん拝見をいたしてまいりました。そういう環境を作っていくのがまず中央省庁の仕事であるにもかかわらず、それが水増しされるということは一体一般の事業所はこれをどう考えたらいいのかということだと思っております。で、この数字が仮に水増しされたということが事実であるとするならば、それは政府が出す数字というものは信用できないねと。そうであれば我々だってそんなことやらなくてもいいでしょという話になったらば、障害者の雇用というのはどうなるのか。それは
人権条約というものを批准しております以上は、当然のことながらそういう方々が何ら支障なくこの社会で能力を発揮していただける、その環境を整える義務が行政に課されているのだと思っております。その義務に違反をするということは本来権利条約からの趣旨からあってはなりません。で、その数字を間違えるということは結局政府の言うことは信用ならないということになりますと、今後どんなに改革案を示してもそれは働き方改革におきまして数字が極めてずさんであったということで、その法案自体がかからなかったということがございました。そうしますと、そういうことになると法案の審議そのものができなくなっちゃうということだと思います。政府に対する信頼が必要だというものはことはあらゆる面で必要なことだというのを今日改めて感じたことでございました。はい、ありがとうございます。それでは長時間取材いただきましてありがとうございました。これをもちまして白石雄大議士の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。Thank you.